NTV をご覧の皆様、おはようございます。まさきです。ジャカランダ、最近オーストラリアで咲いたお花なんです。これは花の名前の名前なんですけど、春で咲く紫色の花で、ちょっとイメージにすると日本の桜とちょっと似てるんですけど、で紫色 で春になると、すごい、なんていうの、シドニーでは、もういろんな場所に紫がいっぱい咲いてきて、すごく綺麗なんですね。でもこの花はもともとは、南アメリカから来た花で、だからいつも僕は思うんですけど、このジャカランダを見るために僕、ジャカランダって僕と同じでよそ者なんですよね。でもこのジャカランダっていう花はもうシドニーだけじゃなくていろんな場所に立派に咲いてるんです。ハワイでもあるし、南アフリカでもあるし、それでなんかもしかしてアメリカにも狙ってると思うんですね。ロサンゼルスとかそういう場所で、いつもなんかこの花を見るたびになんか元気をくれる花だし、なんていうのかな、もう春が来たよっていう感じで、明るい気持ちがいつも気持ちになるんですよ。だからこのジャカランダを見るたびに、なんていうのかな、僕もそういうどこかで、いつでもどこかで誰かに、元気を与えるようなアーティストになりたいなって僕いつも思ってます。で、そういう気持ちで作った